こんにちは、心理カウンセラーの高森です。心身症と呼ばれる症状があります。これは医学的な治療も必要だけれども、要因として心理的、社会的な要素も大きいというものですね。例えば皮膚科領域で言えばジンマシンというのがありますね。これはもちろんこう体に出ている症状ですから医学的なものだというふうに言えるんですけれども、ジンマシンのきっかけになるものとしてストレスだったり、すごく自分で悩んで思い詰めてしまったりということが関係することっていうのは、これは結構知られていることですよね。当然これらを回復するときにも、この心理的社会的要素も合わせてこの辺が和らいでいくっていうこともジンマシンを減らしていくっていう上で非常にプラスになるかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。